I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。アイズオブヘブン。よし。ここはストーリー。うん、戦闘潮流。1938年、ジョナサンの孫ジョセフは祖父の代からの宿命に導かれて柱の男と遭遇した。柱の男たちは謎の宝石エイジャの石石を求めていた。彼らが石石を手に入れればこの世界は蹂躙されてしまうだろう。強大な敵に対抗するため、彼はセペリの孫シーザーと一緒に波紋の達人リサリサの下で本格的な修行を開始した。今度は島か。波の音が聞こえるが、ここはエアサプレーナ島か。ジジイ、知ってる場所なのか。うん、50年前わしが波紋の修行をした場所じゃ。懐かしい。久しぶりに波紋の呼吸をしてみたりして。おじゃあ案内できるんだな。もちろんじゃ。と言いたいところだが、何せ50年前じゃからな、ちょっと記憶が曖昧での。やれやれ。お、あれは。どうしたジョジョ、もうバテたのか。いや、そこに誰かいるぜ。
何？おお、あそこにおるのは間違いない。我が友シーザー、シーザーテペリ。はあ、なんじゃこの汗臭そうなガキは。なんだこの薄汚いジジイは。お、わしか。これ50年ぶりに見る自分の昔の顔って変な感じじゃ。ジジイ、このとっぽい野郎が若い頃のおめえなのか。とっぽいとは何じゃ。何こそこそ話してやがる。お前たち何者だ。この島は私有地だぞ。シーザー、ジョジョ。リサリサ先生、不審者を見つけました。まさかとは思いますが、柱の男の手のものかもしれません。あなたたち二人は死ななくてはならない。今すぐに。なんという殺気に満ちた波紋。先生、一体どうしたというのです。やれやれ、早速異変が始まったみてえだな。おいシーザー、なんだかわからねえがやべえぜ。今の攻撃は本気だった。リサリサ先生がなぜ。さっさと構えろ。元気そうじゃないか。大した成長ぶりだなジョースター。なぜドイツの軍人がこの島に。まさか、おめえは。シュトロハイム。ジョジョ、地獄から舞い戻ったぜ。メキシコでコッパみじんに爆裂死したはずのシュトロハイムが俺の目の前にいる。ドイツの医学や科学にはとんでもねえ技術が隠されていて、戦争に備えているというが、それで命が助かったのかシュトロハイム。違うなジョジョ。え、違うの。俺はあのお方の力で蘇り、さらなるパワーアップを果たしたのだ。すなわち人間どころか、あらゆる存在を超えたのよ。パーフェクトシングシュトロハイムの誕生だ。何を言ってるのかさっぱりわからねえ。だが
リサリサとシュトロハイムがつるんでる時点で異常な事態ってことははっきりわかるぜ。覚悟してもらうぞ、ジョジョ。仕方ねえ、シーザー戦うぞ。ストロハイム、かかってきやがれ。オープンだゲーム。無駄にはしない。お許しください先生。一足早く最終試練クリアってとこが。やるじゃないか、ジョジョ。また会おう。
リサリサ先生、大丈夫ですか？シーザー、バカ野郎！不用意に近づくと波紋を食らうぜ！先生をこのままにしておけるか！解放しなくては！ドキヌ。何？私はどうしていたの？先生、正気に戻られたのですね。おい、おめえ、今何をした？俺たちはこの聖なる遺体を探してる。この島のどこかにあることは分かってる。そいつを探して。はぁ、あ、質問の答えになってねえぞ。リサリサ先生、リサリサ先生を戻してくれたことに関しては礼を言おう。だがここは私有地だ。勝手に動き回ることは許さん。ジョジョ、彼らについていてくれ。俺はリサリサ先生を部屋にお連れする。わしも手伝おう。結構だ。どうやら敵ではないようだが、不審者であることに変わりない。先生、失礼いたします。オレじいさん、邪魔だぜ。下がってな。今波紋を感じたぞ。このじいさん、波紋使いか。いや、それよりも俺はこのじいさんを知っている。いや、このじいさんの波紋を知っている。ジョジョ、先生をお運びしたらすぐに戻ってくる。おい、じいさん、何者だ？あんたが波紋使いなのは分かった。だが、あんたの波紋はまるで…ジジイ、ああ言ってるぜ。説明してやりな。またわしが言うの？おめえ以上に適任がいるか。そうじゃな、自己紹介からしようかの。わしはジョセフ・ジョースター。にゃに？こっちのとっぽいのはジョータロー、わしの孫じゃ。わしらこの時代から半世紀未来からやってきたんじゃ。にゃんだと？いきなり何を言い出すのかと思えば、未来から来た？頭パープリンなのか、おめえら。そうじゃろうな。こんな話を聞かされたら誰だってそういうリアクションすると思うよ。
じゃがこれを見れば有無を言わさず信じるようになるはずじゃ。わしらが時代を旅しているということをな。ジョータロー、カメよ。おい、スピードワゴン、ちょっと来てくれんか。何？スピードワゴン？おう、呼んだか？ぎぇっ！カメから人が出てきた！しかもこの顔は！エリナおばあちゃんの昔の写真で見たことがある！ん？そのあんちゃんは？若い頃のわしじゃよ。今のわしらの状況を理解してもらうためにあんたの顔を見せたかったんじゃ。ジョースターさんにそっくりだな。ちょいと話をしてみてえ気もするが、俺は今ジョースターさんがしっかり休めるように身の回りのお世話してて忙しいんだ。また後でな、ジョセフ。ダブルシャーク！幽霊なんかに出会うよりももっと奇怪な遭遇。ヤングスピードワゴン、そして未来から来た俺と抜かすジジイが目の前にいる。どうかな。まあ急に理解しろと言われても無理と思うが。あ、いや、もういい、分かったぜ。あんたの波紋、それにスピードワゴン、とても信じられねえが、信じねえわけにはいかねえ。それであんたたち、なぜここに来たんだ。遺体がどうとか言ってたな。うん、わしら…なんだてめえ、何してる。はて、いねえな。この島には激マブの女がいるって聞いてたからよ、会えるのを楽しみにしてたんだが。ああ、てめえ、その面はホルホース。よう、ジョータロウ、覚えていてくれて嬉しいぜ。聖なる遺体を奪い取り、俺たちの邪魔をするてめえらを消せってよ。つべこべ言ってねえでさっさと来な。
奴らを倒して俺の足をオープンだけ。遊びたい妹を選びたまえ。